さて、人殿、こたびは、まずはですね、これやってしまいましょう。五作の伝説を終わらせてしまいます。で、五作の伝説が終わったら、再び、うむぎ谷に戻ってですね、小次郎の六本刀、これ、剣聖の装束って、すごい気になるんですよね。やっていきましょう。さあ、着きました。またしても、人質を助けて回るというミッションだと思いますが、もういるんじゃないか。そうだよね。これで OK だね。さあ最後の一人、これで五作の伝説がどう動くか。村の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しければくれてやる。え、どういうこと。五作の鎧なんて昔話ですか。あ、全然信じてないってことなんだ。鎧は作り話だと。この者、鎧は信じてないんだけれども、鍵自体はしっかりと守っていたと。なんかちょっとブレてるような気がしますが、まあありがたくいただいておきましょう。さあ、これで、あ、まずは町が解放されるのか。そうですね。絵になるな、相変わらず。さあ、これですよ。赤島の、これか。これは本当にただ、ん?五原解放済み。あ、なるほど。もう占領されてねえぞと。はあ、これで南津島は守り切ったということになりますね。さあ、しからば、参りましょうか。赤島の丘へ向かい、本当にすぐそこだね。いや、楽しみだな。やはりでも、ボス角、ん?一騎打ち。こちらの精鋭を出せ。もうここか。もうボス角がいて、一騎打ちをすることになるんですかね。どうだろう。まあ、こんなのは軽く蹴散らしておきましょう。いっぱいいるじゃん。なんだこれ。あ、子供、もうちょっとでクロードの方できたのに。あ、おっと、ならば憤怒の舞、一つ二つ三つ。三連射が鬱陶しいですよね。これで全部かな。これここを守ってたみたいな感じなんでしょうか。うん、そうだね。ランダムエンカウントというよりもすでにいたっていう感じね。あ、じゃあラスボスは猛虎か今回は。え、でもどうやって入ったのよ。なんか別ルートを入ったってことか。鍵を刺してみるか。入った。鍵が6つあるの、なんかパズルみたいな感じで組み立てたんだろうか。さあ着きましたね。あれか、五作の鎧。あ、手に入れてしまっていいんだ。もうこういう風に五作の鎧。来たい来たい。噂通りか、猛虎で試した。ちょっとそんな乱暴な。ジンとの見せてください。驚くほど軽い。え、あ、かっこいいじゃない。え、これかっこいいよ。ジンとのよくお似合いで。あ、でも頭がこれあれなのか、鉢巻きなのか。へえ、これを義の鉢巻きにしてしまえば、さらなるかっこよさが望めるというやつでございますね。あ、これは本当に嬉しいぞ。かっけー!人土の男前が上がりましたね。で、終わりなのかな?なんか猛虎で試してやるって言ってたから、
猛虎の大ボスみたいなのが出てくるかと思ったら、そんなことはなさそうですね。しからば、次でございますよ。次は、剣聖の装束、通りに行きましょう。さあ、百姓殿申し訳ない。そなたは、後ほどお会いすることになりましょうぞ。いや、でも、五作の鎧こんな、かっこいいんだったら、ちょっと五作の鎧戦いたい気もしますけどね。いや、でも、剣聖の装束も、気になるのでございますよ。琵琶法師殿。堺様、語ってくだされ。お伝えしたいことが。お伝えてくれ。いかがした？どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。どういうこと？何を言っておる？修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎。佐々木小次郎。男です。あ、来た。今は昔。小次郎なる浪人のありけ菅草衆ってこと？痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれを弟どもほう。しかし明け物より夕べまで数多の浪人小次郎と争えども小次郎無双食い破れぬ命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑むざる。和歌になってるんだね。五七五七四じゃん。最高。入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣を振る。巣はたちまちに。ことなし。たまらん。人飲みながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。かっけえ。菅草衆が内通し、猛虎が手下となりたる。最近の話？かの小次郎を迎え入れ、一味となせり。竜蔵？五人の精鋭加わりて、共に狙うはただ一人。それは酒井仁と。ロードなり。あ、じゃあ伝説というよりも、気をつけておこう。本当にただの噂話と、そういう感じだね。奴が望んでおりますのは一騎打ち。ですがお力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けて。スパルタン X みたいな感じになってんだけど。手先が豊玉におることも民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや。なるほど。遅すぎるくらいであるがな。あの一騎打ちが一人か。初めて会う類の男です。もはやすべてガテンが言うたわ。なるほど、なるほど。先日の一騎打ちは、その小次郎の手先ということか。はぁ、繋がって、おぉ、奏で始めたぞ。そういうことだよね、きっとね。そうだ、そうだ。だ、もうすでに一人は、倒してあるってことだね。ははぁ、また楽しい。ミッションが増えてしまったなぁ。これはでも、やっぱり旅をしながら、やってくって感じになりそうですね。さあ、お待たせした百姓殿。話してくだされ。お侍様、お助けください。無論である。どうした？娘が何日も、家に帰ってこない。それは心配だね。逃げたのではないか？そんな子のものですか？探してください。ここのがむしろ安全だもんね。逃げる理由も見つからない。俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。道場。私が先に帰ってあの子も戻るはずが。え、ということはまま部変者ってこと？探してみよう。ちょ、なんで一致でしたの？タイミングがよくわからん。これ賊は何も知らぬ。あ、濡れ衣着せて賊を叩き切るってそういう話で、娘さんは全然知らんとこに行ったとか。なんか怪しいのがうろうろしてるんですけど。豊玉にいる菅笠衆を探せ。あ、それは小次郎の六本刀か。じゃなくて、賊は何も知らぬ。やりましょうよ。道場に犬が忍び込んだぞ。あ、怪しいな。お前らさては、その久米さんの角明かそうとしたろ。まあ、ありがちな話であるような気もするけど。クメという娘を知っておるか？アキュードの娘か？まあ、知ってるよ。
でも何日も見てないな。心当たり。いい人間もいれば悪い人間もいそうだもんね。知らないね。だ竜造に通じてるのもいそうな気がするけどね。聞こえる。ビア法師殿のビアの音が。クメという娘を探しておる。ストレートですね。男、鶏、何でも揃ってる。どういうこと？銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。え？知れ者め。わけ、え？今ので理由わかりました？それがしにはさっぱりわからんのですが。道場で浪人と話せ。なんぞ？だ道場なんてあるんだね。ん？お前が道場ではないよね。もし、お侍。はい。こちらへ。あれ？その娘を知っております。な、え？道場が向こうから歩ってきたぞ。はい。ですがここでは、ついてきて。いや、これ怪しいぞ。入った途端に抜き打ちとか、ありそうな話ではありませんか？ジンドマン。やはり何か裏がありましたか。いやー、幾日も戻っておらぬらしい。そうだと怪しいの。道場ってどこよ。ん？これ、ん？道場跡ってことか。ここでならお話できます。さあ油断はなりませんぞ。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。ほう。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたい。ああ、けなげな娘なんだね。固く口止めさせられ、聞かれてますけど後ろです。宿はどこだ。街道の先の沼中です。あ、こいつ普通にいいやつだった。すまんな疑って。沼中の宿を探せ。 1.2 キロ、結構遠いな。ここか。どっから移動しよう。ルミンの野営から行こうか。さあ、沼中の宿に着きました。沼中の宿、クメがおるはず。いやー、もう死んでるみたいなのは、ちょっとごめんだけど。ん？賊かこれ。そうだね。ならば、五作の鎧の、初陣と、させていただこう。賊がいるっていうのがもうすごく嫌な予感すんな。このゲームちょっと、人が死にすぎなんだよな。空振った。あ、クロードの方。さあ次はいずこぞ。出てこい。すべてを切って捨ててくれん。ん？今女の人の声がしたね。ということはまだクメ殿は生きていると。やっぱ屋内にいますね。参りましょう。さあどっからでも出てこい、うらち者ども。いたいた。あいつか。よけろ。いや、ここは憤怒の方。一つ、二つ、三つ。あ、いた。あれがクメ殿だ。すげえいっぱいいたな、しかし。そのすべてを切って捨てるんだから。え、どういうこと？何があったんだ？何をやらされた？人を騙しました。はあ。道端で助けを求めながら、あ、誰か来るのを。それを賊が殺すと。奥が立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。そうですね、残りの敵を呼ぶ。まだいるのか。尋常に勝負。ならば片っ端から片付けてしまいましょう。ここで迎え撃つという卑怯な手を使うのはいかがでしょうか。ジンド、これはこれはなかなかずるいのでは。ジンドは
終わったようですね。卑怯三連殺で。なんか元締めみたいなのが、あー、いるな、あいつか。あれと一騎打ちで、ん？お母さんあれもしかして。母さん。そうだね。貴様！卑怯者め。引けば、生きて返してやる。女、あ、男、お前か。何でも揃ってる。銭を払って、クメと呼べばいいじゃないか。え？知れ者めが。気狂い者ってこと？で、一騎打ち。あ、へぇ、サネトキ。どういうことなんだ一体。いや、抜き打ちこれ2連かな？来いよ。1つ。1連か。フンヌの方。1つ、2つ、3つ。全然大したことなかった。お侍様、何かお礼をさせてください。まあ気にするじゃない。礼には及ばぬ。だがなぜここが。つけました。浪人と話すのを見て。おお、やるね。その後私も話を聞いてみたのです。はあ、勇ましいな。相手が浪人で怖くはなく。いやあ、あん中で暮らしてるんだから。我が子を失うことに比べれば、そんなことないんじゃないですかね。もう一生母さんに会えないかと思って。いやでもよかったね。なんか、いやいや、こちらこそどうもありがとうございました。お互いに無事でよかった。こっから結構道中長いぞ。気をつけてな。さあ、この次でございますが、ならば参りましょうか。酒売りの賢治。さあ、賢治は、あ、あれ賢治の馬だ。ん？刀鍛冶。あ、まあ、これは後ほどで。そんなことよりも賢治ですよ。何をしてんの、このとこで。何をしておる。酒井様。はあ。祈りが何の祈りだ。お前またなんか変なこと。そうだよね。なんか企んでるよね。実は俗に金を借りたんです。はいな。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します返します。でもおかしなところで。冷たー。なっちまって足の喉をかっきる気なんですよ。はあ。こたびは何をしでかしたのだ。もう鼻から信用してないね。わかるけど。ちょこっとだけ高く。ぼったくったか。その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんがやり方を変えろ。まあね。足は本当にバカだ。分相応っていう言葉があるからね。尻拭いをしろということか。いやもう散々してきましたよね。してくれるんですよねみたいな。来た時のために見張っててくれるだけでいい。こいつというやつはよ。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは。お、いや、手を貸そう。多分考えてないと思いますよ。ありがたや。こいつ好きだわー。ケンジ好きだわー。酒売りの夜当たり術。まあ、最終的にはね、まあ、薬とさせてくれることでしょう。それでは、ケンジと共に待ち合わせ場所に行け。ケンジはどこよ？あれ？肝心要の、あ、いた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 。じゃあ参ろうか、ケンジ。金は持ってきたのか？もちろんですよ。嘘つけゴンはこの近くの橋で。その言い方お前持ってきてないだろ。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。なんか言ってるね。震えを収めたい。ちょっとあのスギガス州敵だった今ね。ランダムエンカウントの。とがめられなかったもんですから。まあほっときましょう。何度ゴンを騙したのだ。三度。お前なあ、どうしよう。ゴンとは何者だ。どうやってその肉屋と知り合った。以前島見れ太郎に借りがありまして。どういうこと？ちょうどその時ゴンが酒を欲しいと言いましてね。ああまあそうだね。酒屋ならアウトローとも顔見知りになるよね当然。笑ってる場合かそなた。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。でこれ三度目と。どうなった。それが奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら血まみれをやっちまったんです。ありがちな話だね。そうなんですよ。今度はケンジの番と。身から出たサビというものだ。帰り見るべきだな。まあね、そうだよね。しっかりと
この人間を正そうとする、さすがは人殿でございますよ。